高校生の俺、田中優斗は夜の教室に忍び込んでいた。どうしてそんなことをするのか。明日提出する予定の宿題を教室に置き忘れてしまったからだ。今持って帰らないと、とてもじゃないが間に合わない。だから意を決して教室へと忍び込んだのだが。お、あったあった。これで明日の宿題提出に間に合いそうだ。って、足音？引き上げようとしたその時、廊下の向こうから足音がこちらに近づいてきているのが聞こえた。もしかして、校舎の見回りをしている用務員さんか？見つかってしまったら、確実に先生に通告されてしまう。そうなれば、宿題忘れよりひどいことになる。そう危惧した俺は、とっさに教室のロッカーの中に隠れた。ロッカーの窓の隙間から外の様子を伺う。あれは、クラスメイトの高橋さん？教室に入ってきたのは、隣の席の高橋夏美さんだった。高橋さんは、クラスの男女両方から支持を集める人気者だった。隣に座る陰キャの俺にも分け隔てなく接してくれる。明るくてすごく優しいし、正直かなり好きだった。もしかすると彼女も教室に何か忘れ物でも取りに来たのだろうか。固唾を飲んで見守っていると、彼女は自分の隣の席、俺の席の元へとやってきた。いや、高橋さん、そっちは俺の席だけど。そう思っていた時だった。田中くんの体操着、いい匂い。ほんのりと汗の匂いが残ってるのがまた最高だよね。高橋さんがいきなり俺の置き忘れた体操着を抱きしめて、匂いを嗅ぎ出したものだからびっくりした。高橋さん、一体何を。田中くん好き。いつも教室の隅でひっそり本を読んでるところも、私が話しかけたら若干キョドリ気味になるところも可愛くて好き。せっかく来たんだし、田中くんの痕跡をもっと味わっていこうっと。椅子の感触を堪能しちゃうぞ。今私田中くんと同じ椅子に座っちゃってる。おいおい、なんかめちゃくちゃしだしたぞ。まさか高橋さんにあんな一面があったなんて。というか、今聞き間違いじゃなければ俺のことを好きって言ってなかったか。いや、まあ好きは好きでも、男子としてじゃなくからかう対象としてだろうけど。ああ、田中くんと付き合いたいの。思い切って告白してみようかな。そしたら田中くん、俺が夏美を世界一幸せな女にしてやるよとか言ってくれるかな。いや、俺はそんなキザな感じでは言わない。今どこからか声が聞こえたような。ロッカーの中からあったよね。しまった、ついツッコミを入れてしまった。まずい、こっちに近づいてくる。中に誰かいる。って、田中くん。どうも。ロッカーを開けた高橋さんは俺とご対面することに驚きのあまり、彼女の目は点になっていた。どうしてここに。というか今の聞こえてたよね。私が田中くんの体操着を抱きしめて叫んでたのとか、告白の練習をしてたのとか。しらばっくれようかと思ったが、高橋さんが全部自白してしまったから、それもできない。このままだと高橋さんに恥をかかせることになる。こうなったら、実は俺も高橋さんと同じなんだ。俺も高橋さんの席にこっそり座ったりしようと思って教室に忍び込んだんだ。もちろん俺にそんな思考はない。ここにやってきたのも忘れた宿題を取りに来ただけだ。高橋さんの罪悪感を減らすためにそう言ったに過ぎない。じゃあつまり私たちは両思いってこと？そういうことになるのかな。多分お互いの私物を思考し合ってるという意味ではそうなのだろう。田中くんが私のことを好きで、しかも同じような思考を持ってたなんて、やっぱり私たちの相性は抜群だよ。いきなり抱きつかれたものだからびっくりしてしまった。なんだ、もっと早く分かってればこんなことをせずに済んだのに。これからは堂々と田中くんの体操着を抱きしめたり椅子に座ったりできるね。あ、でも両思いなら本人にすればいいから必要ないのか。そして俺たちはなし崩し的に付き合うことになった。クラスメイトたちはなぜあの二人がと疑問に思っているようだった。俺たちの間に何があったのか、それはあの日の夜の出来事を知る俺たちにしかわからない。